今度は吹く前に一回あの口一回準備するとちょっと崩すの難しいと思うんで、鼻から吸っていいので鼻からたっぷり吸って吹いてみましょう。そうですそうですそうです。最初ちょっとうまく出れなかったのは、ここがちょっと空気が入っちゃって、こっちに息が入っちゃったので、口の形ちょっと難しいと思うんですけど、最初は口の形はなるべくギュッて力を入れずに息が漏れない程度でいいです。息を